これはですね、MEC とスポンタニア、ダイアログっていう会社がですね、テレビ会議システムを使って、どういった応用ができるかっていう、はい、ムービーになってます。はい、これは今インドの事例になってますね、はい、それでインドの学校の中でですね、はい、IT を活用してどんなことができるのかというような映像になってます、はい、それでこういった2画面を使ってですね、はい、先生がビデオで出てきてこちらに教材がですね、はい、出てくるようなものをこれからですねいろいろ思考テストを始めていきたいというふうに思っています、はい、これは今電子黒板上で先生がオペレーションはい、この状態ではまだ生徒は端末を使わないでですね、電子黒板を見ている状態なので、これがですね、実際のテレビ会議システムの画面になってましたね。これはですね、メディカル医療関係にですね、こういったビデオカメラシステムと2画面端末を組み合わせたときにどんなことができるかというような提案があります、まあ、実際にいろんな医療データですね、はい、まあ、センターの病院のサーバーにありますので、はい、あるいは離れた病院の同士ですね、はい、先生の会議をしたり、はい、遠隔地の医療とかですね、そういったものにこういったシステムが使えます。その時に実際に会話することもですね、実際にデータが必要になりますから、